おはよう、羽根です。おいら今絶賛月一やってくるあいつがやってきてまして、月一のあいつがやってくると食欲が落ちる。わかる女子おるか。んでもって冬にもかかわらず冷たいものが食べたくなるんだ。てなことで今日は見てても寒々しいお食事だ。ヨーグルトは神。ヨーグルトっていくらでも食べれるんよな。そしてみんな大好きグラノーラ。んでもってバナナ、おバナナサクサクフィーバータイム。あーてかお腹痛い。なんかね、二十歳超えてからお腹痛いのが薬飲んでも治らなくなったんよ。今腹巻き何重にもしておばあちゃんみたいになってる。ふう、朝日からの熱い視線が痛いが食べようと思うぞ。いただきモース。うん、まずはブルーベリージュースからごくり。忘れ物した。串刺し、うん、また忘れ物した。蜂蜜忘れるとは。ふう、やっと食べれる。いただきモース。あーむ、バナナも突っ込む。腹は痛いがうましかて。おはよう、羽根です。今おいら絶賛ニートなんだけど、夜中ゲームして12時に起きるっていうルーティンを繰り返してます。あー、いかんいかん、直さなくては。まあ、ということで練乳の甘い甘いトーストを作ろうと思うぞ。ちなみにこれは大根みたいな香りのする天才糖。乗せ終わったら焼いてくぜ。そしてお食事のお供の甘い紅茶も作るぞ。焼けた。この時点でも美味しいんだけど、生クリームもさらに追加。それで冷凍庫に眠っているブルーベリー茶を並べて、メリークリスマス。そういえば10年に一度の大寒波来てるらしいから、みんな気をつけてね。かわいい。見た目良ければ味も良し。紅茶注ぐ瞬間ってさ、どんな場所でやってもおしゃれだと思う。だよな。さあお腹空いたから早く食べよう。まずはお紅茶がごくり。そしてこの練乳生クリームブルーベリートースト。練乳の優しい甘さと酸っぱいブルーベリーの味がめちゃくちゃ合う。うましかて。おはよう、羽根です。ここ最近トーストの動画投稿しまくってたんだけど、糖尿病にならないか心配されるコメントがちらほら見受けられたんだ。おいらそんな毎日甘いもの飲んだり食べてるわけじゃないぞ。てなことで今日は和のご飯を作るぞ。その名も味噌焼きおにぎりだし茶漬け。味噌にぎりってほんと優しい甘さでうまいよな。にぎにぎし終わったら焼いてくぜ。おこげを作るために醤油をぬりぬり塗りたくってく。焼けた。焼きおにぎりってテンション上がるよな。そしたら最初に作っておいた醤油ベースのだしの飴を振り注ぐ。そんであとは梅干しとか麦茶とか準備して、ごまってかつおぶって七味ぶる。お腹好きすぎてヘロヘロでござる。いただきもす。あむ。あ、ちなみにこのこんにゃくのきんぴらは母上作だ。ちなみに出汁はかやのやの出汁ってやつなんだが、超おすすめだぞ。うましかて。チーズ、羽根です。今日は遥か昔にオイラが考えた肉じゃが丼を作ろうと思う。なんか目が出てる。気持ち悪い。洗ったじゃがいもは切っていくよ。1センチ角ぐらいに切り刻む。よし。そんで水で洗って水でさらしとく。一丁前どう。と人参と玉ねぎを細かく切り刻む。でさっきのじゃがいもレンジでチン。火が通ってるか確認。あとご飯準備。準備ができたら具材を炒めていこう。最近炒め物してると思うんだけど、なんか超かわいいフライパン欲しい。ほんでだし、酒、みりん、醤油、砂糖。混ぜ混ぜ混ぜっと。ご飯丼。ご飯に味が行き渡るまで炒める。よいしょ。あとはいい感じに盛り付け。いい感じに黄身を乗っけて、ごまって唐辛子ぶる。気に入りのコップで飲み物を準備しよう。さあ、オイラのお腹に入るのだ。さあさあ、いただきます。緑茶をごくり。黄金黄茶入刀。早く食べよう。ああ、うまい。高校生の時考えたから若い味がする。今日もめっちゃうまいしかて。チーズ、羽根です。今日は購入品紹介していこうと思うぞ。このキウイと緑茶を置いといて。見てくれこれ。ダイソーとは思えないほど可愛いお弁当箱だ。そしてさらに可愛いのがこの恐竜のぬいぐるみ。いや、一目惚れしたよね。これはお弁当袋につけた。そんでこれはね、中身が見えたくないもの系をちょっと入れようと思って買ったぞ。そんでな、この子はだしとかあったかい緑茶とか入れようと思って買ったぞ。そしてお次、これが一番お気に入りかも。コロコロしててむっちゃ可愛い。まあ、あとはヘアピンとか、メモ帳とペン。もういらは満足だ。そしてお次はシーンで買ったセーターとスカートを紹介するぞ。可愛いだろ。マッシュルマッシュル。もうお花に一目惚れして買ったのも同然だな。こいつはオイラのペット、ヘビくんだ。ちょいとここらで休憩。いや、オイラの部屋激狭で、デスクなんてものはないので、一日の大半をベッドの上で過ごす。で、これはオイラが尊敬してやまないモニミトミヒコ様のペンギンハイウェイ。んじゃまたな。
おはよう。今日はパスタ作るぞ。ちょっと前にレトルトミートソースを消費したいみたいな動画出したんだけど、その時ミートソースにホワイトソース入れてラザニアにすると美味しいって聞いたんよ。いや、おで影響受けやすい子なのでもう即作りたくなった。で、ちょっとさっぱりさせたかったからセロリも一緒に入れる。で、ひき肉も追加して混ぜて、作り置きしておいたホワイトソースをレンジでチンする。で、茹でたパスタにホワイトソースかけて、でさっき作ったミートソースかけて、で見た目のパセリ、よし完成。いいんじゃないか。いよいよ母上見てくれよ。ああ、いいじゃん。さあ母上にも自慢したところで食べようと思う。見た目でうまさがわかるよな。いただきます。あーむ、もう一口いっとくか。あーむ、うましかて。おはよう羽田。今日は先日使ったキウイちゃんを使ったご飯を作るぞ。今ね、口の中口内炎3個できてて、ちょっと食べるのが不安ですが、まあ大丈夫だろう。うん、今回ね、キウイね、緑色買おうと思ったら間違えてゴールデン買っちゃったんだよね。まあゴールデンに罪はない。これをクッキーの型で型取っていくんだが、なんと撮影ができていなかった。まあとりあえず星型で型取って、残りはミキサーでジュースにしたぞ。めっちゃ美味しそう。ほんで母上作のパン用意して、クリームチーズをふんだんに塗りたくっていくぜ。油絵塗ってる時みたいに白く一面になるまで塗るぜ。そしたらさっき型取った星型のキウイを並べてく。残りは普通に捕食するよ。さあリビングに運びますよ。目的地に到着。さあ早く我がお腹に吸収されるのだ。ではいただきます。キウイジュースからごくり。メインディッシュをパクリ。いやこれマジでうまいからやってみて、みんな。今日もうましかて。おはよう。今日は美味しいおにぎりを作っていこうと思う。普通の塩おにぎりの中にチーズを入れ込めます。んで握り飯を作るってわけ。1個じゃ足りないからもちろん2個作る。ここ最近メンタル状況めっちゃいいし、なんかめっちゃ食欲出てきたんよね。んでお肉を巻いていきます。素手でお肉触った時って気持ち悪くなるんよな。味付けに酒、みりん、醤油、砂糖、握り飯を焼いていきまする。肉に全体火行き渡って焦げ目がつくまでしっかり焼いて味をつける。テリテリのテリーヌになりましたら盛り付けて、ごま振って飲み物準備して、早く食べよう。いただきます。緑茶からごくり。さあ肉巻きおにぎりのお味はいかに。うまうまうま。チーズが中からとろけててうましかて。おはよう。この間肉じゃが丼を作ったんだけど、レシピをね、載せようかと思いますよ。まずじゃがいもを1センチ角ぐらいに切って、水に洗ってさらしとく。そんで玉ねぎ、人参、長ネギを細かく刻んどきます。他にも材料入れたい人は入れても全然いいと思う。はい、トントコトントン。じゃがいもの水を捨ててレンジで5分ぐらいチンします。で、油引いて野菜類を炒める。次に合いびき肉 50g を入れて、レンジで火を通したじゃがいも入れて、酒大さじ2、みりん大さじ1と1/2、醤油大さじ1と小さじ1、あごだし小さじ1/4入れるぞ。でお椀1杯分のご飯入れて混ぜていく。あとはいい感じのお皿に盛り付けて、ネギとか卵黄とか好きなもの乗っけたら完成。よし食べてみましょう。これお弁当に入れるのもいいし、ご飯に混ぜないで乗っけるだけもめっちゃ美味しい。ぜひやってみてね。